今回はですね、フリースピーツはセレクト商品、他のブランドから選んだものだけではなくて、実はオリジナルのフリースピーツの商品があって東京の職人さんとコラボしたものがあるので、今日はそちらの紹介をしてもらいたいと思います。お願いします。はい、こちらのフリースピリッツのブランドで一緒にコラボさせて作っていただいた職人さんはフリースピリッツっていうあのブランドになるんですけど、一緒にコラボさせていただいたブランドさん、ヒロアンっていうところ の, あの職人さんになってまして、70年ぐらいずっと紳士小物一筋で、あのずっとものづくりをされてきた職人さんと一緒に、本当に美しい紳士小物は何かっていうのを目指して作ったブランドになります。めちゃくちゃシンプルに、めっちゃ薄いですね。そうなんですよ、作られてるんですけど、本当にビジネスマンの男性が持って美しい小物っていうのは、こうジャケットのポケットとかに入れてもかさばらずに薄く持てるアイテムっていうのが美しいんじゃないかっていうので、ここの1枚の革なんですけど、はい、これをあの 0.4 ミリずつに、あの薄くすいた革同士を貼り合わせっていう技術で、ここにステッチないんですけど、はい、ステッチなしで、あ、本当ですね、貼り合わせて作る技術っていうので作ってるんですけど、これはあの 0.1 ミリずれてもこの貼り合わせは綺麗にいかないので、かなり技術の高いあの技が使われてます。薄いのに裏地がある。そうですね、かなり強い、あの革になりますね。全然薄いのにへたらないものになります。でその職人さんっていうの、あの美学っていうのがすごい随所にあるんですけど、やっぱりこのステッチがあのこの1センチの間隔に何目何目あるかっていうのところまであのこだわって作られてて、1センチ間に4針分のステッチがあるのが一番綺麗っていう風なこだわりがあったり、こういう小刃の部分とかがすごくもう磨きに磨き上げられて、すごく綺麗にまた丈夫に作られてるのも特徴です。なるほど。このブランドヒロアンさんとのコラボで、はい、まあ、映ってるんですけど、なんかどんな商品がありますか？商品はこのお札入れですね。お札とカードが入る長財布と、こちらさっき見せたのはこの2つ折りのお札入れ、純札っていうんですけど、はい、あの一番最初 の, あのお札入れの形というか、純粋なお札入れっていう意味の純札っていう意味のカードとお札が入るとマネークリップですね。おお、お札1万円結構ギリギリまでコンパクトにしてあって、カードが1枚かっこよく入るっていう風なマネークリップですね。こちらのマネークリップはこうちょっとクリップがなんか変わった形してます、ね、そうなんですよ。こちらも別注で作ってあって、ここに革が、あ、そうです、ちょっとだけこうへこみをつけて、ここの金具が当たるようにと、もう一個こっちにも穴を開けて金具を通してるので、ここも数ミリでもずれると綺麗には仕上がらないですね。めちゃくちゃ精密な、そうですね、かなり高い職人さんたちの技術が詰め込まれています。キーケースですね。こちらは5連タイプのキーケースですね。なんかこれも丸くて綺麗な形ですね。そのキーケースって結構ここからこのキー自体がこうポロッと外れてしまって鍵がなくなってしまうってこともあの他のキーケースとか あると思うんですけど、そういうところがやっぱりネックになる形なので、輪生銅って言ってかなり強いこの金属っていうのを採用してます。でこちらが定期入れですね。こち
さん4つポケットがあって2つ折りで中は見えない定期入れになります。めっちゃかっこいいです。めっちゃシンプルなのでビジネスマンの方は使いやすいと思いますね。とこちらはペンシースで結構ボールペン1本とか万年筆とかこのお気に入りのボールペンを1本収納していただくようなアイテムになります。大人っぽい感じ。そうですね、大人っぽいというか、なんていうんですか、なんていうんだろうでこちらが名刺入れですね。このタイプの封筒型の名刺入れになるんですけど、こうマチなしで薄く仕上げてるんですけど、はい、結構入れるとあの数は入る形になります。あ、意外と入りますね。そうですね、でこの封筒型なんですけど、こういう風に封筒から名刺を出した時にお手紙を相手の方に出してこう送るような所作になるので、結構第一印象 の、 あのイメージとかもすごく綺麗でいいかなと思います。おっと思わせられる感じの。そうですね、封筒型すごく、まあ、おしゃれですし、町なしの名刺入れを作る際に封筒型っていうのは結構強度があって、あの名刺を綺麗に収納ができるのでこの形を採用してます。ストーリー性もあって。そうですね、素敵。この使ってる素材の革なんですけど、はい、あの牛革のステアっていうちょっと強めのレザーを使ってまして、はい、最後にこうガラス加工で仕上げてるレザーになって、ガラスとかホーローとかこうすごくこう表面が滑らかなところに革を貼り付けてすごくこうまっすぐ仕上げるあの技術なんですけど、はい、それで仕上げています。ちょっと水絞っていて、はい、この水がちょっとこう流れるような感じの型押しもしてあるんですけど、型押しすることによって傷だったりにも強いです。汚れも目立ちにくい。汚れもそうですね、目立ちにくい素材になります。この中で一番お気に入りっていうか押したいのどれですか？そうですね、やっぱりこちらの名刺入れ、封筒型の名刺入れですかね。なんかかっこいいし、おしゃれさもあるし、なんかどんな年齢の人にも、そうですね、ちょっとこじゃれた感じもあるので、はい、普通の名刺入れとはあの形が違うんですけど、すごくスマートっていうところでは、うん、ぜひビジネスマンの男性に使っていただきたい名刺入れです。こちらがフリースピリッツがオリジナルで作らせていただいているビジネスマンにおすすめのブランドです。以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。